経済的な影響もあるでしょうね。はい、そうです。イギリスは離脱したら経済的にマイナスになるだろうという予想をしていました。まだ離脱はしていませんけれども、すでに影響は出ています。イギリスの議会はルセルトがリスボン条約交渉庁を国葬とするためのステージを準備した形です。 2%の経済成長でした。2017年IMFは予想を1.5%としています。これは少しマイナスとなりますけれども、以前の予想の1.1%よりはいい数字です。 2018年は1.4%の経済成長の予想です。そしてこの EU 離脱が決まり、ポンドの価値が下がっています。 対米ドルで 18% も6月以来下げています。さて、バンクオブイングランドのシャーロット・ホグ副総裁が辞任をしました。兄弟の銀行での地位について議会で誤った証言をしたことが問題となっています。財務省の特別委員会はこの役割を果たすための高い水準を満たしていないと言っています。
っと耳当たるかなぐらいまで深く包丁を入れていきます。はい、こんな感じですね。一センチそこに反応したくんびーくんびーやばさどうなっちゃうその時は終わる感じであのうちとは関係ないんでうちに支払いはしっかりしてくださいねでさよならさよならとアドバイスはしないのさよならさよなら言うとこに行こう人に見せられない人に見せられないどうですどうですどうですダメです。タイトルはなんて言うの？濃厚な観音小説ごちしょ。ほらほら。な？やっぱそう。濃厚な観音小説ごちしょ。
察も持っていない有力な手がかりを手に投資助言を主な業務としています。まずは大河内陽子さん、彼女は草間に浮気現場を取られて一千万円を取られて、この写真を旦那に見られたのだけど1000万円、私たちは陽子さんに半分の500万円を出したら草間は殺した。500万円ずつ手に入れたってわけだ。先生の名誉のために言っておくね。先生が彼女に尾行をまかれたのは先生のせいじゃない。私の彼女にこっそり先生のことを教えちゃったんで、紙袋をお預けになったのはこちらの方です。お呼びしますか。結構よ。あれ、先生のことはバレバレだったってわけ。草野を殺したのは光一。私はあんたってわけ。早苗は先生の疑いの目を巧みに落ちて美佐奈に誘導した。そしたら疑いの目は私に向く。だから光一に言って、その前に美佐子さんを殺してしまうことにしたの。あれを見たらどんな間抜けでも、それが金融研究所の一部だと気づいてしまう。の白井君に一つ相談なさい。殺された北川さんが持っていた映像データを見つけ出してほしいんです。収賄の証拠映像です。大道人員によって殺されたとでも言うんですか。白井君の名は危ないかもしれない。今でも君は僕の電話で何の話だ。彼女がこちらに送ろうとしたメッセージなんです。特集ドラマ、スリル、赤の少女。何してんねん。今ね、このリンリンちゃん口説いてんの。なんでこんな借金して、なんでお考えだって。大阪発地域ドラマ、青空カット BS プレミアムで15日水曜夜10時放送。